ヤシマ。ヤシマは日本海軍の戦艦。藤型戦艦の二番艦。艦名は日本、日本列島の美少の一つ。日露戦争における旅順港閉塞作戦に従事中の1904年、明治37年5月15日、ロシア海軍が付設した機雷により戦没。姉妹艦、富士と同じくして計画された日本海軍で、 初めての近代的戦艦の一席。1891年、明治24年から1892年、明治25年にわたって、軍艦建造予算が議会で否決され続けてきたが、明治天皇が自らの宮中費を節約する玄関省直を出して、ようやく議会を通過した。A ニューキャッスルにあるアームストロング社で建造される。1894年、 明治27年12月28日、帰港。1895年、明治28年8月18日、日本海軍は建造中の皇后鋼鉄戦艦を、富士、乙都鋼鉄哲戦艦、本艦を、八島、皇后放置艦を、宮古と命名する。百九十六年、明治十九年二月十八日、八島は浸水。十月二十九日、本席を、 クレチンジフと定められる。1897年、明治30年9月9日、春行、領収。9月15日、ヤシマは、イギリスを出発した。11月30日、横須賀に到着する。1898年、明治31年3月21日、日本海軍は、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、 一万トン以上の戦艦を一等戦艦と定義した。該当する四隻、富士、八島、旭、四季島が一等戦艦に類別された。1899年、明治32年12月25日、沼津御用邸滞在中の明治天皇皇太子、後大正天皇は、葉山御用邸へ記者で移動する予定を変更し17時に、八島に上艦する、具武艦は、巡洋艦。 シトセ、12月26日、二隻、矢島、おめし艦、シトセ、ふぶ艦は、横須賀に到着した。1903年、明治36年12月28日、常備艦隊が解体され、戦艦を中心とする、第一艦隊と巡洋艦が、主体の第二艦隊が設置される。第一、第二艦隊で、連合艦隊、司令長官。 東郷平八郎海軍中将を構成た。八島は、第一艦隊霊下の第一戦隊、戦艦、三笠、朝日、富士、八島、四季島、初瀬、通報艦、宮古に配属される。八島春行後七年目に、日露戦争が勃発し、旅順口攻撃や旅順口閉塞作戦に参加する。1904年、明治37年5月15日。 旅順港閉鎖隊、初瀬、八島、四季島、笠木、立田等は、第一戦隊司令官なしは、次期中将、初瀬座城の指揮下で、旅順港沖合を航行中、老鉄山沖で二隻、初瀬、八島は、ロシア海軍、布施艦アムールが布施した機来に触来した。八島における触来は午前十一時十分頃で、最初に触来した、八瀬救援のため停止して、 ボートを下ろしている最中だった。爆発は、ヤシマロウゲンコーブボイラー室で起こり、その一分後に、水中発射艦室で爆発、艦内に浸水し右に大きく傾斜した。日本艦隊は食来原因が嫌いか、潜水艦によるものか判断できず、混乱した。当時、ロシア海軍はすでに潜水艦を導入しており、ウラジオストックにもドイツ製小型潜水艦を一隻、配備。 シベリア鉄道による陸送していたという経緯がある。さらに、旅順要塞より、ロシア海軍の駆逐艦や水雷艇が出撃してきたため、救援客艦、笠木、立田、赤市、千代田、秋津島、大島、赤木、宇治、高砂等は、その対処にも追われた。八島では、応急処置の後、自力航行により格座を試みたが、 国国傾斜が増したため闘病する。午後5時40分、栄光も断念されるに至った。坂本、矢島艦長は夜間になってからの退避で混乱することを懸念し、総員退去を決定する。午後6時30分、軍艦機を降下し総員退艦。夜8時分過ぎに転覆、沈没した。乗組委員は、巡洋艦、高砂や笠木、須磨、立田に収容された。 同日に、戦艦、初瀬も沈没しており、日本海軍は当時保有していた、主力戦艦6隻、富士、八島、四季島、朝日、初瀬、三笠のうちの2隻を一挙に失うこととなった。また、同日未明に、巡洋艦、吉野が、沈没、味方艦かすがとの衝突による、初瀬生存者、梨は司令官を含む、矢島生存者を収容していた、立田も、 座章、5月15日は、日本海軍厄祭の日となった。日本海軍の保有戦艦6隻、富士、八島、四季島、八瀬、朝日、三笠の内戦艦2隻、八島、八瀬の同時喪失は、各方面に衝撃を与えた。海軍は、艦艇緊急補充、装甲巡洋艦の国産化と潜水艇の建造を定義する。 この経緯により完成した走行巡洋艦が、筑波型巡洋船艦2隻、筑波、生駒、潜水艇が、エレクトリックボート車より輸入しホランド型潜水艇で、ある。また、第一船体は、船艦4隻、三笠、朝日、四季島、富士と、走行巡洋艦2隻、日新、春日の6隻編成となり、航海海戦や日本海海戦で活躍した。 日本海軍は国民の動揺を恐れ、戦死者がなく、ロシア側にもこの事実が知られていなかったことから、日本海海戦の大戦火が確認できるまで、ヤシマ沈没の事実を取得した。坂本はじめ大佐、ヤ島マ艦長によれば、大艦としてイギリス戦艦、ゴライアスを購入する噂もあったが、実現しなかったという。 ヤシマ乗組員は、坂本大佐指揮下のまま小型艇に配属され、引き続き旅巡航閉塞作戦に従事した。1905年、明治38年6月1日、日本海軍は、本艦以下6隻、ヤシマ、赤月、大島、側町、阿多ゴ、高佐子の喪失を公表する。同年6月15日、日露戦争で沈没したヤシマ、初世、 吉野・高砂ご等は、軍艦席及び艦艇類別等級表、軍艦及び水雷艇類別等級表より除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。